こんにちは、アメリカンイングリッシュオンラインの田内幸子です。今回からリンキングルール35ということで、35個あるリンキングルールを一つずつご紹介していきたいと思います。リンキングルールというのは英語の音の変化をすべてまとめたもので35個あります。その中でも3つに分かれていて、1つは連結、音がくっつくルール、それからもう1つは音が脱落するルール、最後に音が変化するルールということで、だいたい3つに分けられます。今日はそのうちの2つをご紹介したいと思います。リンキングルールを習得するとネイティブスピードの音が聞こえるようになったり、音を耳で覚えるようになるので、とても英語の習得が早くなります。また話しやすくなるので、とても自信を持って話せるようになります。ぜひ皆さんリンキングルールをマスターしてみてくださいね。今回は子音プラス母音、それから T プラス母音ということで、2つのリンキングルールを見ていきます。それではやっていきましょう。それでは子音プラス母音のリンキングルールです。子音の後に母音が連続している場合、子音と母音が連結して発音されます。何が母音で何が子音かというとですね、 AEIOU、IUAO ですね、これらの5つは全て母音です。これ以外は全て子音になります。ですから S とか T とか L とか M とか TH とか R とか、これらは全て子音です。その子音の後に母音AEIOU が来ているときに音が連結します。例えばこんな感じです。 I'm in Tokyo ではなくて I'm in っていう風に音が連結してくっついてしまいます。よく I'm in Tokyo という風に無という風にこう口が開いてしまう、 M の後に口が開いてしまう方がいらっしゃいますけれども、これは正しくないです。 I'm で口を閉じたまま in に移動していってください。 I'm in Tokyo 次は Have a nice day 先ほど私は子音プラス母音の時に音が連結すると言いました。 Have a nice day は Have の最後がいいですよね。これは母音ですよね。そうするとなんかこれは母音プラス母音のように見えると思いますが、それは違います。なぜかというと Have は V という V で終わっていて、実際は E を発音していません。ですので実際のリンキングは V プラス母音というふうに考えます。ここは一つポイントです。リンキングはスペルで見るのではなくて音で判断します。よく覚えてくださいね。ですからHave a nice day ということで V と A がくっついて Have a nice day というふうになります。次は What's on the menu? What's on the menu が What's on What's の TS と On がくっついて What's on のように連結してしまいます。 What's on the menu? 次は It's 10 a.m. 10 a.m. の10の N が子音で AM の A が母音なので 10a というふうにくっついてしまいます。この時に注意があります。 N を発音しない人が多いです。 10am とならないように 10 これは N を発音してないことになります。 10a N はベロが上顎にくっついて鼻から声が出て初めて N の音というふうに認識されますので 10am It's 10am 9am とか 1am なんかも同じですね。同じことです。 N の次に母音があるときくっついて 10a とか 9a というふうにくっついてしまう。次は It takes an hour これも同じですね。 Takes an hourこれは2回連結が連続しています。It takes an, takes an, S と A がくっついて takes an hour, N と hour の A がくっついて takes an hour となりますね。これを文字で見るとどうしても hour の H が邪魔してしまって takes
hour みたいにね、こうなってしまいがちなんですけれども、 hour の hour、 実際に h は書いてありますけれども発音されてないので、 takes an hour というふうに hour、 n プラス母音のようになるということですね。次に I live in an apartment、 I live in an apartment、 これは連結が連続しているパターンです。 I live in、I live in、 これも一番最初に申し上げた通り、 live の V の最後の E は発音してません。ですから V で音が終わっています。ですから live in というふうに V と I がつながってしまう。 I live in an、 live in an、 in の N と an がまたくっついて live in an an、 n がまたくっついて I live in an apartmentI live in an apartment. I live in an apartment. I live in an apartment. できましたか？今回はもう一つ T プラス母音のリンキングです。先ほど学んだ子音プラス母音の中でもT プラス母音、 T も子音の一つですよね。 T プラス母音の時には T はやはり連結はするんですけれども、連結した後弱い D になります。例えばこんな感じです。 I don't get it、 I don't get it、 get の T が弱い D になって get it、 get it、 いやよくわからないね、ちょっと理解できないねという意味ですね。 I don't get it。 次にPlease put it on the table. Please put it on the table. Put it on. 2回連続していますね。Put it on. Put it on the table. Put it on the table. 次は He said that I should forget it. He said that I should forget it. He said that I should forget it. He said that I, that I, that の T が I とくっついて that I shouldForget it. Forget の T と I がくっついて Forget it. He said that I should forget it. この T のリンキングには実は例外があります。連結する T のすぐ前が無声音だった場合、無声音というのは S とか T とか K とか P とか CH とか息しかない、息しか出ない音のことです。これは F ですね。 T P K Ch、 これらは無声音と言います。逆に有声音というのは声が出ます。例えば Z とか M とか G とか B とか G とか、これら声が出る音は有声音。無声音というのは声が出ない空気だけの音です。息だけの音。代表的なものは S とか T とか P、K、CH、 これらが無声音なんですね。この連結する T の前が無声音だった場合は T が D になりません。例えばこんな感じです。 Most of them were from Japan. Most of them were from Japan. Most of、 これは T プラス母音 of なので本来は D になるはずですよね。でも most、 T の前が S です。これは無声音です。ですので無声音同士ということで、要は仲良しなんですね。無声音は無声音同士で発音すると発音しやすいんですよ。なので無声音と無声音が連続していた場合、いちいち無声音を有声音に変える、つまり T を D に変えたりすることはしません。ですから most of them になるわけですね。ただ連結は起こります。他にも The rest of us had to wait. The rest of us had to wait. Rest of. Rest of. これも ST ですよね。 ST は無声音同士で仲良しです。仲良しは音が変わらないと覚えてください。 Rest of us. Rest of us. 次も同じですね。 He left us in the middle of nowhere. He left us in the middle of nowhere. Left us. Left us. Left. Ft.F と T は無声音同士です。ですので、left us ではなくて、left us、left us、left us、
left us にならないようにしましょうね。He left us in the middle of nowhere. 最後に He got kicked out of school. He got kicked out of school. He got kicked out of. Kicked out of. Kicked. この kick のこの kick の過去の ed は t で発音します。ですので kicked. Kicked. やっぱりここも k と t は無声音同士ですね。ですので kicked out にはならずに kicked out というふうにくっついていきます。He got kicked out of school. できましたか？ここまで子音プラス母音、それから t プラス母音のリンキングをやってきましたけれども、いかがでしたでしょうか？リンキングルールを学ぶとリスニング力がとても上がります。それから耳で覚えることができるようになるので、とても英語を覚えるのが早くなります。また自信を持って話せるようになりますね。ぜひ皆さん頑張ってリンキングルールをマスターしてみてください。では次回の動画で会いましょう。Bye now!